はい、今週はですね、ビクトリアマイル G1 が行われます。そこでワイドのね、馬券シミュレーションを早速やっていきたいと思いますけれども、まあ実際にね、過去を調べたところ、ワイドで買うのならば、全店、すべてやで、これ2534点あるんですけれども、すべて買っても回収率プラスになってます。珍しいレースですよね。まあ今までもう、値段に予想するようになったら、もう全部ワイドで買っていれば、120%になっていたと、そういうレースです。それでこれワイドの一番人気をだけをですね、例えばずっと買った場合を見た場合は、回収率は28.8%、ワイド一番人気だけ買ってると、まあ恐ろしく損をするというね、下手に硬いところを狙いに行くとプラスにならないという、そういうレースでもあります。今年はね、一番人気2冠馬、去年の2冠馬、おそらく今現役でもね、最強に近いと言われる、スターズオンアースが出てきますんで、一番人気からのワイドをね、とにかく全店すべて買った場合の回収率、これはまあ62%と、なっています。それで絞ってですね、1番人気からワイドの10番人気までを全部流してすべて買った場合、この場合の回収率がまあ68%、まあ、先ほどとあまり変わらないですね。そこで今度は1番人気から人気薄にワイドを流して買った場合、1番人気、もうワイドで言えばまあ10番人気から20番人気のラインですね。ここで買った場合は回収率が168%と、1番人気のスターズオンアースから買うならもう人気薄のところですね。ここちゃんワイドを狙う方が、今までの形であればプラスになっているぞと、こういう感じです。そしてまあ10番人気から20番人気のラインだけですね。この場合のワイドを全てまとめて買った場合の回収率は122%となってます。この中からね、また1番人気、先ほどの1番人気絡みだけなら168%、そして3番人気と4番人気ですね。1番人気が飛んだ場合は、これ3番人気か4番人気のどちらかが、ワイドの軸になってますので、1番人気、3番人気、4番人気、この辺を軸にした場合は的中率、回収率ともかなり好調、160%をオーバーしてしまい、オーバーしていきます。単勝のですね、1番人気、3番人気、4番人気が絡む、ワイド10番人気から20番人気を購入した場合の単勝、ワイド回収率は167%となってまして、1番人気絡みだけのワイド回収率が168%とほぼ五分、この辺りのね、ラインが一番厚いゾーンだと思います。的中率もね、65%ぐらいあります。ではですね、2番人気がダメなのかと、はい、2番人気からワイドをですね、調べた場合、10番人気から20番人気の間で買った場合の回収率は32%しかないです。このレースの回収はね、2番人気あんまり強くない。買うなら1番人気から10番人気から、1番人気から薄めに買って、ワイドにおける10番人気から20番人気のライン、このラインが一番の的中率、回収率とも好調となります。私個人的にですね、この今回一番人気が予想されるスターズオンアースですね。これの3着以内はかなり硬いんじゃないかと思ってますんで、ここからですね、ちょっと人気薄の方にワイドで買う作戦が、まあ、今回は一番いいように思います。皆さんはね、これは、まあ、これはあくまでね、今までこうだったから、今後はこうなるというわけじゃなくて、まあ、知識として、雑学としてね、たしなみとして覚えておいてもいいんじゃないでしょうか。今まではこんな感じで決まっていると、そういう感じです。